恐ろしすぎでしょ。このミンディちゃんやばい。やば。見終わった後にゾクッとさせるよねっていう。これ本当 iPhone？ もう連日止まりません。ニュージーンズちゃんたちということで、今回は ETA こちらのオフィシャルミュージックビデオを見ていきたいと思います。収録ボタンをフォイということで、何やら iPhone14 で撮られたという。マジですか？もうだからこれ、なんならアップルさんとのタイアップみたいな感じになるっていうことですかね。ということで見ていきたいと思います。収録ボタンを押しました。ということで、行ってみましょう。レッツラーゴッツプロか Take a look! 嘘？わぁやばわわお。待って。うわ。恐ろしすぎでしょ。ニュージーンズちゃんたちから電話来たわけですよね。ちょっと待って、あんたの彼氏じゃないみたいな、なんかあそこで別の女といるよみたいな。でニュージーンズちゃんたちからその連絡が来た彼女は許せんと。最近ヘインちゃんちょっとグイグイ来てません？これ本当 iPhone？ でもあ iPhone だなとか、Apple さんがよくやるのこういう紙吹雪ですね。カラフルな色味をあえてこう付け足していくというか、技術の高さを表す演出なんじゃないかなって思って見てるんですよね。すごい、みんながだからもう口々に iPhone で伝えてるわけですね。いやでもその後の結末も踏まえると展開恐ろしくないですか？全部だから見られてるわけですよね、ニュージーンズちゃんたちも。だから昨日のクールビズユーもそうですけども、ニュージーンズちゃんたちって一体何者なの？わー、これカメラマンさんの技術よね。やっぱここやばいですよね。ここの振り付け、カメラを持って移動するっていう振りになってるって、やばー、ここかー。うわー、すごい宣伝効果ですよね、これね。フォーカス合ってるってことですもんね。やっぱりだからダンスをするだけじゃなくて、ダンスの中で踊りながら顔を見合わせてるとか、時間軸にちゃんと沿って踊ってるっていうのがすごいですよね。ダンスするときってどうしてもその空間が一個演出になるので、なんかそこでは時間が止まってるというか、踊ってるときにも周りは動いてるよねっていう見せ方が結構多いじゃないですか、ニュージーンズちゃんたち。本来であれば踊ってるときってカメラに目線が合ってるところが外れてて、その時間の中にあくまでも存在しているっていうところが、ちょっとこう時間の流れみたいなものはあくまでも意識してるんですよっていう、この見せ方がすごいなっていうふうに思います。ここら辺とかね、うわー、一回もカメラ目線しないところとかね、ここいいですね。このミンディちゃんやばい。ここやばい。 iPhone 持ちながらどうやって撮ってるんだろうこれ。はーわ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 ー、電話がずっと来てる。ヘインちゃんからハニちゃんからミンちゃんからダニちゃんからヘリンちゃんからみんなから電話来てる。で彼氏が待ち受け。ここら辺とかも車の後ろ側に iPhone をこうやって取り付けて走らせてるわけですよね。すごい綺麗。うわー怖ーい。怖いよ。見終わった後にゾクッとさせるよねっていう、ちょっとまあなんでしょうね、なんでしょうね、このね、心の奥にそうもうサクッと差し込みに来る感じ。ただこう可愛くてかっこよくて綺麗でっていうだけじゃなくて、やはりそこになんかね、人間の裏側じゃないですけれども、何かやっぱりその嫉妬心だったりとか、
なんです。業みたいなものですかね。ちょっとカルマじゃないですけれども、そういう切り口で結構作品が見られるなというふうに思いまして、非常にこう、なんですか、陰と陽で言ったら、陰の部分が、あえてこう、使われてるというか、だからこそニュージーンズちゃんたちの、この美しさ、綺麗さみたいなものが、より際立つのかなっていう、このあたりのね、掛け算の仕方とか、コンセプト全体的な、なんでしょうね、方向性みたいなところですかね、がめちゃくちゃこう絶妙だなというか、ずっと明るくて楽しくてキャピキャピしてるっていうだけじゃないところに、やっぱり美学を見出してるというか、むしろその負の面だったりとか、ちょっとこう暗い部分に、あえて光を当てることによって輝いてくるものの美しさみたいな、視点を持ってらっしゃるのかなっていうふうに思いますよね。すごいわ。ということで皆様の感想もぜひぜひ、下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。